はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね、バークシャーハサウェイの個別銘柄としての特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけれども、 少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、やっていることはですね、個別銘柄とかアクティブファンドとかの過去データの分析動画を作っております。それなのでですね、こういった個別銘柄とかアクティブファンドとか分析してほしいよとか、そういったリクエストありましたらですね、コメント欄に書いていただければ対応させていただきますので、投資の前の検討とか、あと投資の後の確認として使っていただければと思います。で、この動画、 する視聴環境この3つになってまして、えー、結構ですね文字とか数字小さくってなおかつ長尺になる可能性高いのでなるべく大きな画面でなるべくいい画質で再生速度早めての視聴を推奨しております設定の変更は youtube の右下の歯車マークのところからできますのでよろしければやってみてくださいでこれ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業やってそこからはトレーダーとして生計を立っておりますでこれご参考までにこれまでのパフォーマンスになります はい。というわけで、まずは基礎データから洗っていきましょう。今回取り上げる銘柄ですね。それがこちら、バークシャーハサウェイになります。なおですね、バークシャーハサウェイ A 株と B 株ってあるんですけども、今回取り上げるのがこちらの B 株ですね。これらを取り上げたいと思います。で、上場した年が1996年ですね。で、現在の上場市場はニューヨーク証券取引所になります。で、今回動画で見ていくもの、この2つになるんですけれども、まずはですね、銘柄単体での過去の1営業日から 10年間のリターンの検証、え、こいつをしていきたいと思います。で、それをやった後にですね、え、マーケット全体との比較をしていって、要は、え、インデックスとの連動性とか、え、そういったものをですね、やっていきたいと思います。で、え、検証期間なんですけども、え、それはですね、え、このバークシャーハソウェイの B 株が上場した、1996年の5月の9日からに、え、させていただきたいと思います。で、えっと、インデックスなんですけども、え、この2つですね、ま、s P500、え、これと、え、ナスダック100ですね、え、この2つと、えと、比べていきたいと思います。 で、見ていくリターンなんですけども、リターンってこの3種類あるんですが、今回見ていくのが、こちらの配当抜きのリターンですね。こいつを見ていきたいと思います。 はい。というわけで、えっと、結論から、えっと、述べていきたいと思います。えー、こちらになりました。えー、まず、値動きの連動性なんですけども、えー、これはですね、S&P500 の値動きとの連動性が、えー、高いっていう形になりました。で、値、えー、動きの感濃度としては、この銘柄の値動きっていうのは、えー、ニアリーイコールではあるんですけれども、S&P500 の値動きかける0.5から0.7倍みたいな、えー、そんな感じのイメージだと思います。で、リターンあるリスクなんですけども、えー、これはですね、S&P500 及び、ナズダック100よりも、 良かったっていう風な感じになりましたで、リターンの独自性。これはアルファって呼ばれるものなんですが、これはですね、リターンの半分ぐらいは独自性のあるリターン。つまりはアルファが出ていましたよっていう風な、そんな感じになりました。で、投資前提ですね。まあ、このメーガンに対する投資前提は、基本的にはアメリカ株に対して強気っていう風な、そういった形になりました。ではですね、なんでこの5つの結論ですね、これに達したのかを、ここから見ていきたいと思います。 はい。じゃあ、まずですね、銘柄単体での過去のパフォーマンス、こいつから確認していきましょう。これがですね、1996年の5月の9日から2021年の12月31日までのバークシャ・ハサウェイ B 株の各営業日における配当抜きのリターンですね。これを示したものになります。では、1営業日を例にとってですね、ここの用語の解説していきたいと思います。このサンプル数、6456ってなっているんですが、 これはですね、バークシャーハサウェイ、あの、1996年から2021年までの間で、バークシャーハサウェイの、1営業日間のリターンの個数っていうのが、6456個ありましたよっていうふうな、そんな意味で、で、そのうち50.67%にあたる、3271回が1回あた,た,たり平均して、0.98%上昇。で、49.33%にあたる、3185回が1回あたり平均して、マイナス0.91%下落して、 で,で、この銘柄の HA 予備間の平均リターンっていうのは0.05%になりましたよっていうふうな、そんな形になっています。で、次見ていくのが標準偏差ですね。この標準偏差っていうのは、まあ一般的にリスクと言い換えられたりもしますけれども、 意味合いとしてはですね、リターンの振れ幅の大きさを示すものになります。で、これですけれども、と、これはですね、平均リターン0.05%を中心として、上下にプラマイ、1.44%の、リターンの振れ幅が1営業日間では大体ありますよ、みたいな、そんな感じになります。 で、シャープレシオこれはですね、リターンあるリスクを示す表で、まあ、リスクに対するリターンの獲得効率ですね。それを表したものになります。で、これ0.03ってなっているんですが、計算式はですね、平均リターンを標準偏差で割った数値ですね。それが0.03って形になります。で、最大リターンと最小リターン。これはですね、1営業日間での最大リターンと最小リターンになります。まあ、それなので、一番運が良かった人っていうのは、 このバークシャーハサウェイに投資をして、1営業日間で資産が19.26%増えてましたよと。で、逆に、一番運が悪かった人っていうのは、このバークシャーハサウェイに投資をして、1営業日間で資産が10.94%減っちゃってましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。とりあえず、これが1営業日間で、で、同じ方式で、この1年から10年までやってあるんですが、ついでに、ここの1年も説明しておきたいと思います。 え、これサンプルが6207ってなってるんですが、えー、これはですね、1996年から2021年までの間で、えー、このバークシャハサウェイの2000、えー、と250営業日間、これだいたい1年なんですが、えー、この250営業日間のリターンの個数っていうのが6207個あって、 で、そのうち73.73%、えー、73.37% 73 73. に当たる、えー、4554回が1回当たり平均して21.07%上昇。で、26.63%に当たる1653回が1回当たり平均してマイナス11.28%下落。で、えー、このバークシャーハソレイの250営業日間、まあ1年間の平均リターンっていうのが12.46%でしたよっていうふうな。 そういった見合いになります。で、ここの標準偏差ですね。これはですね、1年間のリターンの振れ幅の大きさですね。これが20.27なので、なので12.46%の平均リターンを中心として上下にプラマイ20.27%のリターンの振れ幅が1年間では大体ありますよ、みたいな。 そういった見えになります。で、シャープレシオは、この場合は平均リターン割る標準閉鎖で、まあ、同じような感じで0.61って形になります。で、最大リターンと最小リターンは、250営業日間、1年間での最大リターンと最小リターンですね。それなので、一番運が良かった人は、 え、バークシャーハサウェイに投資をして、1年で資産が89.04%増えていたんだけれども、逆に一番運が悪かった人っていうのは、バークシャーハサウェイに投資をして、1年間で資産が48.98%減っちゃってましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。これが1年で、で、同じ方法で2年から10年までっていうふな感じですね。で、まあここから外観していくんですけども、まあこれ、えっと、リターン見ればいいんですが、ね、リターン見る限りではですね、えっと、外して、このバークシャーハサウェイの B 株ですね、これの、えっと、リターン自体はかなりよく よかったっていう風うな、えー、そんな感じになってますね。で、えー、これ、だいたい1年間で見ることが多いんですけども、 えっと、インデックスの平均年間の平均リターンっていうのが、だいたい5%から7%ぐらいが相場って言われてますので、えー、そこから比べると、えー、ここのですね、12.46%っていうのは、まあ結構いい数字だなっていうふうな感じですね。で、えー、ここのですね、10年間の中見てみるとですね、えー、これ平均で、えー、136.91%で形なので、まあそれなので、まあこれ1996年から2021年までの間ではあるんですけども、まあ10年間投資してる人の平均で、えー、っと、資産がだいたい2.4倍ぐらいになっているっていうふうな感じですね。でえー 最大と最初を見ていくとですね、一番運が良かった人は、バンフクシャーハサウェイに投資して10年間で資産がだいたい4.5倍ぐらいになっていて、で、一番運が悪いと損失は出るんだけれども、ただ、えっと、資産が10年間で4.75%しか減ってませんでしたよっていうふうな、そういった形になってるみたいです。とりあえず、この銘柄単体で言えることとしては、まあ、リターン自体は、えおおむね好調だったよっていうか、まあ、普通に好調だったよっていうふうな、そんな感じになるんじゃないかなっていうふうに思います。とりあえずですね、これ銘柄単体での検証で、 で、次ですね、えと、インデックス、ま、S&P500 と、えっと、ナスダック100、この2つになりますけれども、えっと、これと比べた場合の、ま、連動性とかですね、ま、そうなったものもの、え、こいつをですね、見ていきたいと思います。え、それがですね、え、ここのところの下になります。ではですね、え、まず、え、ここのところ、リターンから、え、比べていきましょう。 これですね、バークシャーハサウェイが一番上。で、下に S&P が吐くとナスダック100の、まあ同期間のですね、各ターム営業日におけるリターンですね。それをですね、示したものになります。で、ここの赤字のところはですね、これはバークシャーハサウェイのリターンが S&P が吐くとナスダック100、前は各インデックスのリターンの何倍ありましたかっていうのを示したのがここになります。で、これ、緑で示してあるところはですね、バークシャーハサウェイのリターンがそのインデックスに比べて 大きかった場合ですね。その場合は1で示してあって、で、逆に、えっ、ー、と、バークシャーハサウェイのリターンが、えっ、ー、と、インデックスを下回ってた場合は、えっ、ー、と、この赤字で示してあるっていうふうな、そんな感じになっています。で、まあ、これ一目瞭然なんですけれども、え、ナスダック100、えっと、比べた場合にはですね、え、バークシャーハサウェイのリターンは、まあ、低かったって感じですね。まあ、ナスダック100がですね、1年間の平均リターンが17.16%なので、まあ、異常なリターンというか、めちゃめちゃ良かったっていうふうな、そういったことは言えるんですけども、まあ、それさっぴりってみてもですね、え、バークシャーハサウェイの方が、まあ、リターン 一旦自体は低かったって感じですね。またですね、これ S&P500 と比べた場合には、 え、リターン自体は、えっ、ー、と、ワークシャーハソンハサイの方が、えー、大体ですね、まあ、1.3倍から1.7倍ぐらいですかね、えー、そのくらい高かったっていうふうな、えー、そんな感じになってるみたいです。で、え、さっき申し上げた1年間の平均リターンが大体5%から7%ぐらいが相場だよって言ったんですけども、まあ、これ、え、サムペイ500の、まあ、これ、配当抜きではあるんですけども、平均リターンが8.95%なので、まあ、大体そのくらいかなっていうふうな感じですね。えー、とりあえずこれがリターンの比較でした。で、え、次ですね、えっ、ー、と、標準偏差、まあ、リスク比べていくんですけども、え、これですね、えっ、ー、と、 同じように、えっと、バークシャーハサウェイと、えっと、他のインデックスの、えっと、リスクが、えっと、同期間で、えっと、やってあるんですけども、え、ここの赤字のところではですね、え、これはですね、さっきのリターンとは打って変わって、えっと、リターンは高い方がいいんだけれども、えっと、リスクは低い方がいいので、え、この場合、えっと、バークシャーハサウェイのリスクが、えっと、インデックスのリスクより、えっと、低かった場合には、えこの、えっと、緑で示してあって、で、えっと、逆に高かった場合には、こうやって、え、赤で示してあります。で、ま、これ見るとですね、 s&p500 と比べた場合には、まあ、リターンは、えっと、大きかったんだけれども、ただ、えっと、リスクはですね、この短日から2年、これにかけてはですね、まあ、若干、バークシャーハサウェイの方が、高いっていうふうな形になっています。まあ、ただですね、えっと、ここの3年からですね、えっと、10年、ないしは、このナスダック100と比べた場合には、短日から10年、ここの期間においては、バークシャーハサウェイの方が、各インデックスに比べて、リスクは低かったよっていうふうな、そんな感じになってるみたいです。これが、えっと、リスクとの対比で、で、えっと、次に見ていくのが、 このリターンとリスクですね。これの兼ね合いを示すですね。シャープレッシュを、こいつを見ていきたいと思います。これですね。同じように示してあるんですが、ここの赤字のところはさっきのリターンと同じで、まあ、シャープレッシュが高ければ高いほど、リスクに対するリターンの獲得効率がいいっていうふうな形になっているので、なんでシャープレッシュがインデックスよりも高ければ緑になっていて、で低ければ赤字になっているみたいな、そんな感じになっています。で、まあこれですね。夏ック100と比べた場合には、短日だと若干 記者ハサメの方がシャープレシオは負けてるっていう風なそんな感じにはなってますまあ、これ要はですね え、バークシアハサウェイの方が、え、ナスダック100と比べて、ま、単日ではリスク自体は低いんだけども、ただ、えっと、リターンが、え、それ以上に、ま、低いから、ま、だから、え、ここのですね、え、シャープレシオもですね、えっと、悪くなってるみたいな、え、そんな感じになってるみたいです。ま、ただですね、え、他の期間、えっと、ナスダック100でいけば、えっと、1年から10年。え、ないしはですね、え、ここの S&P500 と比べた場合には、ま、単日から、えっと、10年。え、これに関して言うと、え、バークシアハサウェイの方が、ま、シャープレシオは、え、高いと。え、つまりはですね、えっと、この S&P500 と比べてみた場合には、ま、ま、 で、ここのですね、3年から10年、これに関して言えば、バークシャーハサメの方がリスクも低くて、なおかつリターンも高かったよっていうふうな形なので、なのでシャープレッションも高くなるっていうふうな、そんな感じですね。で、ここのナスダック100と比べてみた場合には、バークシャーハサメの方がリターン自体は低いんだけれども、ただ、 それ以上に取っているリスク量の大きさが小さいから、まだかここのシャープレシオ自体は ナスダックと比べて、バークシャーハサウェイの方が勝、えー、ってるっていうふうな、えー、そんな感じになってるみたいです。えー、これが、えー、シャープレーションの比較で。で、えっ、ー、と、次に見ていくのがですね、えー、ここの、えー、相関係数等々になります。で、えー、ここの相関係数っていうのが、えっ、ー、と、インデックスの値動きとの連動性ですね。えー、それを示す指標になります。で、最大値がプラス1、最小値がマイナス1、で、中間地点がプラマイゼロなんですけれども、これですね、プラス1が近づけば近づくほど、えっ、ー、と、各インデックスとの値動きの連動性は高いですよと。 え、一致率に直すと、え、プラス一で100%って形で。で、えっと、マイナス1に近づけば近づくほど、え、各インデックスと値動きの連動性っていうのは、まあ、逆の方向に値動きますよと。え、そんな感じになっていて。で、え、プラマイゼロに近づけば近づくほど、え、各インデックスと値動きっていうのは、まあ、ほとんど、えっと、一致率に表すと、え、50、50ぐらいですよっていうふうな、え、そんな感じになっています。で、これ見るとですね、えっと、S&P500 の、えっと、相関係数、え、こいつを見てると、あの、結構ですね、えっと、高いですね。え、これ強い純相関っていうんですけども、 まあこれから分かることっていうのは ま、要は、S、えっと、S&P500 の値動きと、え、バークシャハソウェイの値動きっていうのの連動性は、かなり高いっていうふうな、え、感じですね。で、え、これ、えっと、なんとなくなんですけども、えっと、ここの、え、タームですね。ま、投資期間が長くなっていけば長くなっていくにつれて、え、その連動性っていうのは結構上がってるっていうふうな感じですね。で、え、ただ、ナスダックと比べた場合には、ま、ここもですね、え、長期間での連動性はかなり高くなっているんですけども、え、ここもですね、短期間、えっと、短日から、えっと、ここの、えっと、3年とか、えっと、4年とか、 え、それ見る限りでは、えっと、比較的、えっと、ナスダック100との連動性っていうのは低いって形ですね。え、特に、えっと、ここの1年とか2年なんかだと、え、かなりですね、えっと、に、えっと、近い形なので、まあ、ほぼほぼ無双感みたいな、え、そんな感じになっています。まあ、ただ、え、単日と3年と4年に関しては、まあ、そこまで、え、S&P500 に比べては低いんですけども、ただ、えっと、連動性自体は、まあまああるみたいな、え、確率に直すと大体65%か75%ぐらいはあるかな、みたいな、え、そんな感じになってるみたいです。まあ、とりあえず、えっと、年後期との連動性、 性は S&P500、ナスダック100と比べた場合には、まあ結構高くて、まあどっちかっていうと S&P500 との連動性の方が高いっていうふうな、そんな感じみたいです。で、えっと次がディスク倍率。えこれはですね、えっと上で見たですね。 えっと、バークシャーハサウェイの、えっと、リスクを、各インデックスのリスクで割った数値。え、ま、要はですね、取っているリスク量の大きさですね。え、それを示したものになります。で、えっと、これ、え、見るとですね、ま、さっきも見たんですけれども、えっと、ここの、えっと、単日から、えっと、2年ですね。え、ここは、え、バークシャーハサウェイの方が、えっと、S&P500 に比べて、え、リスクは大きいんだけども、ただ、え、他の期間は、えっと、リスクは低くて、で、ナスダック100と比べた場合には、え、全期間。ま、これ10年間までではあるんですけども、え、リスクは低いよって感じですね。で、え、この相関係数 と,えー、と、リスク倍率、えー、これできたらば、ベータって数値が計算できるんですが、えー、これがですね、さっきの結論のところで申し上げた、値、えー、動きの感濃度ですね。まあ、要は、S&P500 の、値、えー、動きに対する、えー、バークシャハサウェイの値動きの感濃度が、まあ、こっちの S&P500 の欄で、で、えー、ナスダック100との、それが、えー、ここのナスダック100の欄というふうな、そんな感じになります。で、えー、これですね、計算式自体は、 えっと、相関係数にディスクバイスですね。それを掛け合わせてあげたものなので、それなので、このベータっていうのは、値動きの連動性にとっているディスク量の大きさ、そいつを反映したものになります。で、これ、えっと、1年間例にとって説明するんですけども、これですね、S&P500 に対しては、1年間のバークシャハサウェイのベータっていうのが0.7ってなってるんですけども、まあ、これっていうのは、要はですね、S&P500 が、例えば、1年間250営業日間で10%上昇したら、 バクシャハサウェイは掛ける0.7で7%上昇しますよと。で逆にサンドペイク100が1年間で10%下落したらばバークシャーハサウェイは掛ける0.7で7%下落しますよみたいな。まああくまでこれ理論値ではあるんですけれども、まあそういった関係性を示すのがこのベータって数値になります。でちょっと興味深いのでこのナスダック100も説明すると、この場合はですね。 えっと、そもそも、えー、相関係数が低いからこの数値が出てるっていうのはあるんですけども、まあこれ、えっと、理論値で行くんであれば、ナスダック100が1年間で、えー、っと、10%上昇したらば、えー、バークシャーハサウェイはっていうと、ける0 1で1%上昇しますよと。で、逆に、ナスダック100が、えー、っと、1年間で10%下落したらば、バークシャーハサウェイは、えー、かける0 1で1%下落しますみたいな。これ、えー、っと、重ねて申し上げますけども、えー、理論値ではあるんですけども、まあそういった関係性を示すのが、えー、ここのナスダック100との、えー、ベータっていうふうな、えー、そんな感じになります。 で、それがこんな感じで計算してあって、で、このベータが計算できたらですね、え、この、えっ、ー、と、バークシャーハサウェイの株価の値動き、まあ、リターン自体はプラスだったわけですけれども、え、それっていうのが、えっ、ー、と、一体全体、マーケット全体が、えっ、ー、と、調子良かったから、え、た分のリターンがどのくらいで、で、えっ、ー、と、このバークシャーハサウェイの独自性のあるリターン、まあ、これアルファって言うんですけども、え、これがどのくらいだったのかっていうのが、え、計算できるんですが、え、それがですね、え、こちらのですね、えっ、ー、と、ベータにより単やら、アルファにより単やら、え、そういったものになります。 で、えっと、ここを説明するんですけども、まず、え、ここのバークシャーサェイの平均リターンは、これは上で見たものとイコールになるんですが、え、この平均リターンっていうのが、え、このベータによるリターンと、 アルファによるリターンですね。この二つに分解ができます。で、こっちのベータによるリターンっていうのが、マーケットがたまたま好調だったから得られた分のリターンですね。それがベータによるリターンで、で、こっちのアルファによるリターンっていうのが、まあ、マーケット全体とは関係なく、このバークシャハサイの独自の値動きによって得られた分のリターンですね。それがアルファによるリターンになります。で、こっちのベータによるリターンですね。これはですね、例えば S&P500 というか、あの、マナスダック100でも同じなんですけども、まあ、要は、えっと、インデックスの平均リターン

えっと、ここの平均リターンからですね、えー、ここの、えー、ベータによるリターン、えー、これを差し引いたのが、えー、ここのアルファによるリターンって形になります。で、えー、ここは1年に例にとって説明するんですけども、例えば、えー、対 S&P500 の場合はですね、まあこれ、えっ、ー、と、バークシャーハサウェイの、えー、と1年間のリターンっていうのが、まあ、12.46%なんですけれども、えー、これっていうのは、要は、えっ、ー、と、まあ、S&P500 の値動きとの連動性、 えっと、ディスク量の大きさ、え、加味すると、え、S&P500 の、えっと、リターンの0.7倍に当たるですね、え、ここのですね、え、6.25%のリターンが、え、獲得できていたはずなんだけども、え、それが12.46になっている理由っていうのは、え、ここのバークシャ・ハサウェイの値動きが、えっと、独自の値動きの6.2%、これが加算されて、え、ここの平均リターンの12.46%になってますよっていうふうな、え、そういった形になっています。で、え、これ、ナスダック100と比べた場合には、 これはですね、ナスダック100の値動きの連動性に取っているリスク量の大きさを加味すると、ナスダック100の1年間の平均リターンの0.1倍に当たるですね、ここの1.76%のリターンが獲得できたんだけれども、これが12.46になっている理由っていうのは、要はナスダック100の値動きでは説明できない、バークシャハサウェイの独自の値動きの10.70%が加算されて、ここの12.46%になってますよっていうふうな、そんな形になっています。で、それがですね、ここから と、同じ形式で計算してあるみたいな、そんな感じになっています。で、下のここの構成比率ですね。これはですね、それぞれベータによるリターンとアルファによるリターン。こいつがですね、平均リターンのうちの何パーセントを占めてるかっていうのが、ここのアルファの構成比率とベータの構成比率になります。まあ、要はですね、ここのアルファの量のリターンですね。こいつが出ていたのであれば、まあ、その高はあるんですけども、 基本的には、えっと、マーケット全体の、えっと、値動きとは関係ない、独自の値動きがありましたよね、っていうふうな、そういったことになりますし、逆にですね、ここの平均リターンが、いくらプラスでも、ここのアルファによるリターンですね、こいつがマイナスに突っ込んでいたのであれば、それっていうのは、要は、えっと、マーケット全体がたまたま好調で、なおかつ、えっと、リスクをたくさん取っていたから、そのリターンが出したのであって、これって、マーケットが逆に下落していたらば、逆にボコボコにやられてた可能性ありますよね、みたいな、 感じになります。まあ、そういう文脈ではですね、このバークシャ・ハサウェイの、えー、とベータによるリターンももちろんあるんですけども、アルファによるターンですね、これがですね、どっちのインデックスに対してもプラスになっているので、それなのでですね、 基本的に、バークシャーハサウェイのリターンの内訳っていうのは、まあ、マーケット全体による、リターンですね。これが、まあ、大体ですね、4割から5割ぐらいは、あったんですけれども、ただ、それだけでは説明できない、このバークシャーハサウェイの、独自のリターンですね。これが全体の大体、えっと、5割。 5割から、えっと、6割ぐらいですね。えっと、あったから、ま、だから、えっと、6割から、えっと、5割、4割か6割か。4割か6割ぐらいあったので、ま、だから、えっと、ここのですね、えっと、ここの平均ーンが、えっと、だいたい、えっと、ま、50-50ぐらいかなっていうふうな感じなんですけども、構成されてるっていうふうな、そんな感じになってるみたいです。え、とりあえずですね、これが、バークシャ派生の特徴で、で、えっと、一応ですね、確認のために言っておくとですね、ま、相関係数、これ自体は、ナスダップ100との連動性、 これはですね、まあ短期間ではそこまで大きくないのかなと。で、どっちかっていうと、えっと、安定して高いのがですね、S&P500 の値動きとの連動性なので、まあそれなので、これが結論でも申し上げたところなんですけども、S&P500 は要はアメリカ株ですね。アメリカ株との連動性高いから、だから投資する前提としては、アメリカ株に対して強気っていうことが必要なのっていうのと、 あとですね、えっと、ベータ値、えー、これに関して言うと、えー、要は、えっと、このデータが、え、再現するんであ、再現するっていう風な過程なのであれば、えー、このベータ値っていうのは、まあ、大体、えっと、S、S&P500 とか、え、ナスダック100、まあ、これ S&P500 で見る場合が多いと思うんですけども、えー、それで見た場合には、 えっと、だいたい S&P500 に0.5か0.7かけたぐらいの数値かなって感じで。で、えっ、ー、と、ベータで見る限りでは、ナスダック100の値、えーね、動きとの感度っていうのは、まあ結構低いので、まあそうのでですね、まあどっちかっていうと、えっ、ーえー、と、S&P500 がどう動くかっていうところを、えー、気にしていただければいいんじゃないかなっていうふうに、えー、思います、えー。とりあえずですね、これが、えー、とバークシャハソレイのと,、えー、とインデックスとの比較で、でですね、えー、これで動画は以上になります。 はい、えー。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、まあ日々、えっ、ー、と、なんか暗い部屋でですね、えー、一人黙々と、えー、こういった分析動画を作ってますので、えー、何かしかリクエストありましたらですね、まあ重ねて申し上げますけれども、えー、コメント欄にお気軽に書いていただければと思います。えー、本当にあの皆さんが求めているものが何なのかよく分かってないので、あの、なので、あの、積極的に書き込んでいただけると本当にありがたいです。で、あとですね、えっ、ー、と、フィードバックも何かありましたらですね、そちらもコメント欄に書いていただければ、えっ、ー、と、頑張りますので、よろしくお願いします。 はい。というわけで、今回は以上になります。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。